というわけで、これからちょっと標高どんぐらいだっけ、90メートルぐらいのとこまで登って山越えていかなきゃいけないんですよ、港まで。パソコンは今パソコンですね、 USB 端子が1個死んでしまって、ハブかまして USB 端子残り1個でなんとか放送しているところです。で、タブレットの方、ミックスの方はUSB オーディオデバイスとの組み合わせが悪いのか、なんか音が変になるんで、何を期待して、後で、私これから大方港に行って、その近くで飯食うつもりなんで、それで会えれば、あと今ここっていうの出してますんで、今ここ放送の説明の中に現在地はこちらっていう URL がありますんで、それ見てもらえば特定できると思います。お土産ですか。こっちは何でしたっけ、上五島の方はカンコロ餅と、うまかったな、さっきのカンコロ餅とアゴでしたっけ、確かそのあたりが韓国ルール部に書いてあった。さっき餅いただいたんですよ、めちゃくちゃ美味しかった。そのもらったっていうフレーバーも非常に大きいんだろうけど、あのあんこ入りカンコロ餅の多分いっぺん少し前に焼いてあるんだと思うんだけど、大変美味しかったです。この頭にカメラつけてるような人間にそのくれるなんて、ヘルメットと椿茶か、椿もそういえば椿油とかあるんですよね。ただ昼飯食う時間が本当にあるかどうか、これから山越えてやっぱ11時半近くにはなるかな、30分ぐらいで飯食わなきゃいけないな。あと青方湖の近くにはホットモットか、まあそれでもいいですね。うわなんて、南風がフェリーに、昨日の奈良港のとこにはなかったんですよ。でもまあ青方は博多との行き来だからあるかな、そうそう、奈良尾の方は自販機と売店でレストランなかったんですよ、奈良尾の港のフェリーターミナルは。これなんだ、島か、島の森工房、しかも喫茶店だこれ。あなた奈良尾、ファミリーレストラン虹っていうところで昼ご飯食べました昨日日替わりをフォークソング流れてました。コーヒーぜんざい、ホットアイス550円、アイスコーヒーぜんざいって一体どんな、俺のお客さんというと店主さんになりますけど違うか、ファミリーレストラン二次さんがお客さんの、なんかその業界の方ですか、業界。あと奈良尾のあの南側の奈良尾の集落のあたりも行ってきたんですけど、本当そうなのか、あっち行ってきたんですけど、昨日空いてる店はほぼなかったです。唯一ケーキ屋さんがあったけど、昼ご飯食べるのはちょっと難しいかなと思ってスルーしてきました。中でケーキは食べられそうでしたけどね。看板、民宿、今日のキャンプ地は福岡の実家です。大晦日に帰るっていうの毎年のことだからと思って連絡すらしてなかったから、昨日親から電話かかってきました。寝ます、どうするんだって。明日の夜7時に
博多港に上陸するからって言っときました。箱崎宮はそうか、今日の夜あの辺りは車多いかもしれないな。まあでも大体混雑するのは多分0時近くになってたからだろうから、夜7時8時は大丈夫かな。今ここ親はコンピューターの類が一切ダメなので、母親は最近メールは打ってるけど、ツイートあまり見てないかも。宗像大社、宗像大社と宮地岳だと、宮地岳の方が混むんでしたっけ。宗像大社の方が広いイメージがあるんだけど、今話してるのこれ福岡の話ですけどね。こぐま屋は今日はやってないんじゃないですかね。ツイッター見ればわかるんですけど、旅行中はなんかあんまりツイート見てない。だからいろいろ、そこ、これで終わりですかね。もうちょい上までなかったっけ。あ、でも確かに等高線そんな感じに見えます。ドラゴンフルーツ、太宰府か、博多の近くですね。軽自動車、だいたい夜中の電車出ますよね。そうそう。宮地岳は宮地岳に行くのは西鉄がなくなってしまったから、線路がもうマイカーしかないですよね。バスか、バスは夜やってないかな。ピークだ。バス停に峠の名前は宮地岳線、新宮から北側がなくなりました。12時半のやつです。生峠、西鉄宮地岳線は新宮止まりになってしまいました。私の実家のある小岩のところの駅もなくなっています。で、そこの線路があったところは早くもなんか住宅地とかに置き換わりつつあって、去年の時点でもうかなり開発進んでましたね。初詣は、いや多分家族は行かなかったら行かないと思います。神頼みしない人間ですので。ここから下りですね。あとはもう港までほぼ下りと平坦だけだったはず。こぐま屋の時間が今聞こえなかった。今日は休みですかね。私がフェリーで着いた頃はすでにもう閉店してる時間ですけどね。平日であっても、イノシシ年でしたっけ。おっと、これはなんかあのヤシの皮みたいなやつで作られてる周りが。
明日からイノシシ年ですので、そば、ああそうでもないですね。イノシシ年ですから。ハッピーイノシシ年。馬に、私はイノシシ年ではないんですけどね。あんなに犬に吠えられるのに犬年です。そんなこと言うと年、そんなこと言うと年がバレるじゃないですか。犬年とか言うと31歳ってバレてしまうじゃないですか。ゆるいなぁ。1970年でしたっけ。43です。私が犬なのになぜあんなに吠えられるのか、ちょっともしまたうまいこと言いやがって。よし、どっかに何生まれ、ん、同族犬か。あの犬野郎って思われてるんですかね、犬から。そうか、でも確かに犬と犬が顔を合わせるとむちゃくちゃ威嚇し合うことが多いですよね。ん、猿、そういうことか。私は犬だから他の犬が来た時と同じ反応を示すわけですね。分かった分かった、そういうことか。あの犬野郎、文字ももう可愛くて死ぬかと思いましたよ。犬から、この犬野郎、そういうことじゃないですか。なんで否定するんですか、厄介で。あとマーキングしなきゃダメですね、マーキング。お、かんか。ゴミ焼却施設 7.20km。 ロングバージョンですか。いや本当になんかもう内容はあの後ずっと指をしゃぶり続けてるというか、かぶり続けてるというか、まあ噛んでるんですけどね。本当にずっとあの人差し指舐めてるんですよ。あの一昨日のミイラク酸性というホステルの雑種ラブラドールの真っ黒いあの子犬のモジョンは、結局最後はどうしてやめさせたんだったかな。モジョン、モジョン、多分ですね、あのカタカナのカタカナでモジョンで YouTube 検索すると1個しか引っかからないはずです。そんな固有名他に登録されてないはずだから、 YouTube でモジョンで検索、あるいは Google の動画検索でモジョンでもいいはず。まあ24秒だけですけどね、適当にパパッとあの短く切ってアップロードしたんで。 Twitter がなんかあのちゃんとした HD 画質でアップロードできる仕組みがまだないですよね。ちゃんとしたやつは、ちゃんとしてないやつだったらいろいろあったけど、なんかモビーとかいうのもいつの間にかなくなってるし、今すぐアクセス、宅急便ですね。学校給食センター、おはようございます。あれなんて言ったっけ、ファンタジーゾーンの一面のボスの名前、スタンパロンだったっけ。ん、ビメオ、あれビメオってツイッター連携できましたっけ。ビメオはあの時間アップロードできるサイズとか時間制限が結構厳しいので、有料にしたって、その私が今こういうツーリング動画を丸ごと上げてるああいうのはできないんですよね。ん、モジョン、
降りてきた。うん、 Google だとまだ出ないかな。あと多分モジョンっていう名前は今ユースで、ユースにいる間だけで、もう1年以内ぐらいには別のところにもらわれていく予定らしいので、そっちでは別の名前になるんだと思います。多分モジョンのままじゃないと思う。モジョモジョしているからモジョンっていう名前なので、あれ、あそこにも教会が、いや、あそこでもあの電飾やってんのか。神事はあの旅の宿、旅の宿八ヶ溜っていうところに泊まってました。まだそんなに距離来てないですね。 5キロぐらいしか離れてないかな。ここ教会ですね多分。名前にカトリック青方教会かな。建物新しいです。あとてっぺんのところがなんかあの私のイメージだとロシアっぽいな。指が、あそこもなんか昨日とかあの今日あのメガジョン同じ電飾だな。あれてっぺんに星マークがあって、下にあのなんていうかこう何本も放射状に電飾紐がぶら下がってる感じのやつ。お寺、ああどうですかね、神社はありましたよね。お寺さんはあったっけ、見た覚えがないような、あるような、 あります。なんとか寺っていうのあまり覚えてないですね今回走って。うん、神社はさっきというか泉だっけ、さっきあの曲がり角のところで確か見てきたな。あの餅をいただいた手前のところ、うん、寺なのに教会、神事を消毒、シロアリ駆除はお任せ、寺、確かに覚えてはいないんですよね。あ、仏教の方が、教会はあの観光資源みたいな形で目立ってますからね。でも隠れキリシタンってぐらいキリスト教の方が押されてたわけだから、当然仏教の方も多いはず。あ、お寺も多い。でも全然 見た覚えがないな。ああ11時になった、もう11時過ぎてる。でも青方湖まであと 1,2 キロですよね。とりあえず青方湖まで行って放送終わらせるかな。あとは昼飯食って、あれ何が、いや風あんまないです。ちょっとだけ吹いてるぐらいかな。これは、あ、イソヒヨドリ、あ、大根か。丁寧に干してありますね。場所によっちゃこれガードレールに干してあるのに。そういえば切り干し大根が福江島のミイラ君とこの道の駅のバイキングで出てた。干し大根、あ、なってないですか。なんで仕返しに来たのに、おかしいだろう。まあでも太くとは多分電波ですね。3分で青かとこまではつかんかな。なのでここで次、あ、画像来てる。なんだろう、いきなり終わらせた、もう言わさず。何の音が入ってんだ。あと本当に GoPro のこれ撮れてんのかな。撮れてなかったら痛いな。マイクでこれだよな。
あ、あ、あ、反応し始めた。まさか先ほんと来てなかったのか。不安だなぁ。よいしょと。あ、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 今度はちゃんと反応してるっぽい。なんか音声がわけわかんないですね。今これ大丈夫ですよね。あ、あ、ちゃんと反応してる。音大きすぎますか？割れてますかね？振り切ってるように見える。こんなもんじゃないかな。音量どうですか？こんなもの？てか読み上げが入りすぎてる。なんで読み上げ入ってんだ？読み上げでかすぎませんか？これ私の方は聞こえない、ギリギリ聞こえるぐらいなのに。まあいっか、行きますか。あとは青方向について配信止めるだけ。大丈夫ですか？なんかあの音量盤の反応見ると読み上げの反応の方が激しく見える。珍しい書き方だなこれ。徐行徐行徐行。塾、ああ、チャイルドアカデミーは何ですかね。赤ちゃん英才塾。おお、こっち側でも行ってしまったら、あ、いいな、こっち側行けるな。あ、なかなか。うどん屋さんだ。ん？右脳開発。ああ、徐行徐行徐行。ん？ん？何が？おもちゃ屋がある。ああ、すいません、あのラグの間にもう別の道来てしまいました。野崎島一人。なんかそんな感じでしたね。でここに出てきてしまったから向こうかな。あ、ホットモットありますね。あとうまい中華一番は閉まってるし、一富士食堂も閉まってる。あれ、これもしかして港にまだついてないですよね。フェリーターミナルもうちょい先だ。ホットモットってあれのことですよね。とりあえず港まで行くか。映像的にもまだですね。でこれが島内を、島内のバスを仕切ってる正規バス店。うん、そうですね。フェリーターミナルに何かあればいいんだけど、できればなんか地元の何か、 地元ネタ的な、あ、地元ネタ的な食べ物があるといいんですけどね。かんころ餅定食とか。ん？ なんてこれ、カンコロ餅あるな。これはなんか、そう、カンコロ餅定食。カンコロ餅と野菜炒めとか、カンコロ餅と生姜焼きとか。牛定食、あ、五島か、五島牛、五島牛ですね、五島牛。屋さん、あ、こっちにも100均ある。しかも 2回3回占有してる100均がある。
かんころ餅、青方港っていうところから博多に行くフェリーがあります。この近辺はない、近辺っていうのは青方港の方にないって意味ですかね。だとしたらこの辺で食ってた方がいいかな。もっともっとで買うか。あ、画像が、その辺はないのはどっちの方の辺ですか。よっと、食堂がどちらに、青片子、ないということでしょうか。この辺で食べていかなきゃいけないってことですかね。そうそう、神五島が、あ、食堂がない、住所書かれてもわからない。住所書かれても12時半だから12時あと45分で港に行けばいいから、じゃあこの辺食べてった方がいいんですかね。青方郷っていうのがどこだかわからない。現在地、青方郷、あ、ここだ、ここですね。じゃあここで配信止めようかな。そば屋、港まで行ってしまうとないってんだったらここで飯食ってた方がいいですね。さっきのあの出てた住所の青方郷っていうのはこの辺りのはず。もしかしたら港の方まで含めてるのかもしらんけど、少なくとも青方郷という文字はこの地図では、地図ではここに書いてあったから。そう、時間に規制します。じゃあここで終わらせますね。お疲れ様です。これでこの旅行の配信は一通り終わりです。フェリー乗り込むとことかはもう GoPro で撮るかどうかぐらいで。ノイズがまたおかしくなってますかね、よくわからんな。港橋ってどこだ。よっと、引っかかった。うどん茶屋ってのもあるな。じゃあ夕日配信電波あるかな。まあ覚えてたら。では、はい、これで終わりです。で終わりです。ありがとうございました。良いお年を。ではフリガヤシ、いつだろうな。自宅で、実家でできるかもしれない。青方号1358、この住所で検索できるかな。1358って、まだそれを GoPro 録画してるんだった。あ、これか。なるほど、分かった。じゃあ GoPro もこれで、あ、まあ一応店の前まで行くか。あ、
と40分か。店に入ってたらでも食べられないかな。ここは食事やってないのかな。やってないな。もっともっとかな。弁当屋さんが多いな。で、やってないな。ていうか、さっきこれ通ったとこじゃないか。あ、すいません。あれ？こっちに入り込むと、いや一緒か、さっきの道に並行してるだけか。弁当屋さんまたあった。弁当屋さん多いな。じゃあ、と思ったかな。ここにあるのは居酒屋か。うわ、混んでる。支度中。録画どうするかな。一応でも青方向の映像は見せたいから、このままじゃあ放っときます。
弁当注文して結構混んでるんで待ってると思います。Thank you.
しい弁当を買ってきました。ヘルシーなんバランス弁当だっけ、なんかそういうやつを多分船の中で何らかの完食をする可能性が非常に高いんで、あんまり昼飯はカロリー高くないのしようかなと思って買ってきました。あれ、こっちか、まあ、ご飯は冷えてしまうだろうけど、一応バッグの中に入れたいな。厳しい。あ、そうかそうか、そういうお店はさっき見かけてしっかり忘れてたけど、開いてたかな。いや、怪しいな。準備中か、やっぱり結構笑い。イワシ、西の風か。あたりかな、あそこになんかオレンジ色の桟橋というか、あの下船のところとつなぐやつがあるけど、いや、もっと近いな。
すぐそこだ。よっと、あった。青方港ターミナル。川桟橋って書いてある。青方港と書いてないバス停に。到着。どこに、どこで買うんだこれ。で、乗り込むのは あそこか。あっちにもあるけど、こっちにもあるのか。よし、じゃあこれで録画終了。乗り込むところはまた位置を取ろうかな、わかんないですけど、一旦ここはこれで終わります。それでは。あれか。おお。マイクみたい。にあげたんですけど、これ全部釣りの人の荷物なんでしょうね。ただ、さっきあの待合室で待ってる人たちって釣りっぽい人は10人ちょいぐらいしかいなかったはずなのに、荷物が多すぎる。なんでだろう。おう、降りてくるとしたら福江島か、その途中の島からこっちに渡ってきたことになりますけど、あ、いいですか。誰もいないか。よいしょ。
階段に使ってあるスペースも余裕があるな。結構広い感じ。おや。そうなので、いいよな、支持されたから。福島から乗ってきた人いないのか。あっちは女性専用席ん？どこからどこが2等なんだ。こっちは全部女性、いや、分からんな。配信じゃないや、乗り込み録画はここで止めます。では